スライム倒して300分、本土楓です。千本木さやかです。この番組は私たちが毎日チャレンジをしていく大体60秒の番組です。今回のお題はこちら、擬音で伝えるチャレンジ千本木編。パフパフして、お題として出されたものをパフパフ擬音だけで表現して相手に伝えていきたいと思います。一問正解でクリアです。回答は1回のみです。お願いします。はい。ドキドキということでした。チャレンジは失敗、そんな今日はですね、スライム倒して300年の第3話の放送です。そちらもよろしくお願いします。ということで明日も聞いてね。バイバイ。